これより超フェス会議を始める。まずは超フェスの一番の課題は圧倒的若者不足、とても自重率が多いのだ。確かに39歳から70歳までジジイだらけだもんな、超フェス。本当よね、女性もわずか、ヤマトしかいないじゃねえか。僕は男だけどね。5月20日に新しい超フェスが発表される。それで何が出るか候補者たちに今日は来てもらった。ではまず1人目、入れ。だからジジイなんだよ。そろそろ俺が出てもいいんじゃないかなって思ってね。闇闇とグラグラの白黒チェンジだ。現実的ではあるが、そのような豪華な設定はおそらく 5.5 周年に出るのではないかと私は思うので、退出してもらいたい。次のもの入れ。なんだか面白いことになってるな。一体全体どういうつもりだ。若いのは来てくれたけど、あれ絶対ネズコ入ってるよね。おい、それ何が入ってんだ。肉か。俺か。これはな、おはぎが入ってんだ。やっぱキャラ違うよね。俺は最近アニメでも出てきたからな、覚醒ルッチで来るぞ。確かにエッグヘッド編もついに導入し始めたからな。しかしいつも先に出るトレクル側がまだ覚醒ルッチ出てないから少々わからんな。何おもらー。次のもの入れ。えいえいえいスパーキー。若い俺が出るぜ。若ドフィーみたいに若くても必殺技だ。会えない子来るぜ。ちょっと失礼します。なんだやめと、どこに連れて行く。掃除完了しました。ご苦労ヤマト。ここで若カイドウは出ることはないだろう。次のもの入れ。ああ待たせたな。お前はサリボン。いやサボだろ。エースが来たってことは今度は俺が来てもいいんじゃないか。あーいや確かに若くていいが、アニメ的に考えるともう少し先な気がするな。消えろ、ぶっ飛ばされんうちにな。あいつぶった切っていい。それかサイバーマン投げていいよね。ぶん投げていいよね。なんでお前やんのか。ヤムちゃんみたいな顔しやがって。ぶっ殺す。静粛に。というかちょっと待て、この部屋に異変があるぞ。それは俺も思ったぜトレバルガ。じゃあ転校しよう。超フェス。ああ、なんと随分先の未来を見てしまったようだ。てめえもジジイだろ。